おごめん大分の高っ親方です。えー、現在、私はですね、えー、熊本市中央区黒上のですね、辰田自然公園のふもとにございます。まあ、辰田霊園、浦山公園というところに今来ております。えー、今写真でですね、あの、後付きでナレーションしておりますけれども、えー、まあ、本来であれば、こうビデオを回して、その現地の風景を見ながら、えー、 ですね、私がナレーションする予定でしたが、ちょうど今ですね、公園には子供たち、そして一足早い桜、見ながらお花見咲いてる方がいらっしゃって、恥ずかしいということで、えー、今ですね、公園、その高台のですね、に,にある駐車場で今、車止めて、えー、一応風景を見ながらですね、えー、こちら今ナレーションしております。 今回ですね、私が、えー、大学1年、まあ、入学してから、まあ、2年生の秋までその近くのですね、えー、黒髪7丁目の寮に住んでおりました。まあ今回ですね、以前あの、この同じ風景はですね、夜景ではご紹介したことがありますが、今回あの、明るい時間帯の風景というのは初めてでございますので、まあ私がですね、 まあ個人的な思い出を語りながらも、まあ、皆様にもこうした風景があるんだよということをご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。えー、こちらですね、黒髪7丁目になるんですね。えー、と、お関橋という橋がございまして、そこからこう、竜田山自然公園、山の方、北側に入っていく、細い道を登るとですね、ずっと建物、マンションのような建物があって、 こう、まあ、それが実はあの国際、あの留学生が泊まる寮でありますとか、私がま、15年ほど前にですね、お世話になった学生寮がございます。まあ、そのね、上にあります、裏山の公園から望むこの風景、えー、熊本市のま、東側とか北の方ですね、えー、五寮など、熊本インターの不方面などをこう、見渡す一帯でございます。まあ、今ですね、録音しているのが、 2021年の3月の中旬に差し掛かる頃でございますけれども、ちょうどこの15年前、えー、まあ私も、まあ1年間の予備校生生活を経て、えー、無事念願の志望校に、まあ合格いたしました。まあ、熊本大学なんですけれども、そのまあ合格発表があって、そして、え、量ですね、学生寮にも、え、まあ、 当選をいたしまして、いよいよこう、新しい生活に向けた準備を行っていた時期でございます。まあ、この寮にはですね、2、3回ほど行って、まあ、最終的に4月に入ってから、え、引っ越し完了、新生活スタートというところで始まりました。ああ、今も思うと本当に懐かしいですね。この寮のベランダからこの、えー、結構、いろんなね、マンションとかあって高い建物あって、意外とこう、都会といいますか、 夜になるとこう夜景で明るくて、そして昼はこう白川があって、で、こうマンションがこうずらっと並ぶ風景。で、背後にはこう森林のね、竜田山の自然公園があって、非常にあの、面白い空間、風景。 居場所だったなというふうに思っております。まあ、寮の思い出を簡単に話しますと、まあ、4月の頭に私が入ってきました。で、えっ、ー、と、入って早々ですね。えー、まあ、その夜がですね、あの、新入生の歓迎、いわゆる新刊というのを寮で行ってまして、まあ、その、今回しかも女子党と合流ということで、本当に楽しみしてたんですけども、えー、引っ越しが終わりました。で、家族も引き上げたところで、えー、寮の先輩に呼び出されました。今夜のその新刊では、 あの、自己紹介をすると。その自己紹介の練習をするから一緒にちょっと上の公園においでということで、えー、今画面に出ております浦山公園に、えー、私も行きました。でですね、あのー、まあ、あの大学の、まあ、この熊大の寮はですね、あの、自治寮でございます。なんか寮母さんがいて管理するとかいうことではなくて、あの、学生自身が自分たちでこう役割とか決めて、えー、自分たちで運営をしていく、 学生寮でしたまあその学生寮ですねまあ今もや続いてるんでしょうかね令和でもまあいわゆる大会系でございまして自己紹介はもうとにかく大きな声であるとこのまあ裏山の公園の今フェンスのところにですねから下に向かって大声を出す練習をします自己 紹介しますとか言って、今車の中で叫んでますけど、だいぶ恥ずかしいですけど、とにかく大きい声を出して、先輩に挨拶する、大分県立〇〇高校出身とか言ってですね、あのー、まあ、練習するわけで、まあ、私自身幸い、まあ、ずっと小学校から高校まで野球部で活動しておりましたので、声を出すことはもう大好きで、ね、得意でしたから、えー、難なく声を出しました。 ま、その思い出、だから本当、寮について最初に来た場所というのがこの公園だということが一つ思い出です。なあ今もしかしたらその花見の時期にですね、新入生歓迎のその自己紹介の練習をされている風景があるかもしれません。もう今のこのコロナ禍じゃまあ正直できないことですけれども、で2年目になり、今度後輩ができます。で、同じように今度新入寮生、一つ下の後輩を連れて、まあ私も同じように、 こうやって自己紹介するんだぞということで、私もまた、自己紹介しますって言ってまた、いわゆる叫ぶんですけども、くしくもその時、えー、近くにですね、お花見のお客様がいらっしゃいました。一人こう、やんちゃっぽいようなですね、40歳ぐらいの男性が、ちゃちゃ入れるわけですよ。私が、自己紹介しますって言うと、あい,い,いよとか、今いまってましたとか言っていや、あいの手入れるんですね。 ただ私はもう若気のいたり、それにカチンと来まして、うっせえなーってこと言って、あの周りのちょっとだわつかせたことを未だに覚えてます。で、その後私の紹介が終わりまして、えだにその、ま、酔っ払っていた若い男性が乱入してきて、同じように、自己紹介しまーすって、熊本第一工業出身って、今の海心高校ですね。っていう、あの、 自己紹介を真似されてたの、まだにこれ結構覚えてます。まあ、恥ずかしかったですけども。まあ、この他ですね、あのー、まあ、大学の寮に入ると、えー、この6月ぐらいですね、えー、寮祭というイベントが行われます。寮を挙げたこ文化とスポーツのイベントでして、えー、屋内、屋外のスポーツ大会や、えー、まあ、カラオケ大会、ゲーム大会、演演劇大会などあるんですが、まあ、その大体演劇ですね、劇、 のです。練習でこの大体、この浦山公園、もしくはもう少し登ったところにあります、えー、竜田山自然公園の展望台で、こう、倍地とか広い、まあ、室内だけではできない広い倍地でこう、 セッティングしながら、こう、リハーサルしたのは、本当に覚えてます。ね、真夜中ですよ。深夜2時とか3時とか、本当、近所迷惑極まりなかったんですけれども。また、この夜にですね、えー、その寮が終わった後、みんな、こうい遊びながら、その後、あの、熊本市にあります、田原坂とか、某 S 病院などのような、あの、肝試しをしたことも思い出です。まあ、そういうふうな感じですね。まあ、大学の寮というのは、 本当に、あの、良かれ、悪かれ、この、一人暮らししている感じがない、というのが、まあ、ポイントでございます。まあ、ほんとよく言えば、その初日でも先輩が誘ってくださって、こう練習して、夜、あの、歓迎会で楽しんだように、こう、寂しい思いはないです。で、いろんなイベントもあって、ですね、いろいろ交流会とか、こう、食事会とかもあって、楽しいですし、ワイワイ、かなりします。一方で、ただそれが、合うか合わないか、 これはもう正直その各学生次第なんですよ。あのいつでも逆に言えばですよ。あのお手洗いであるとか、えー、お風呂であるとか。 え、調理場などはですね、え、すべて共同ですので、絶対こう誰かに会ってこうね、でしかも挨拶しながらこう、とか時々ね、先輩、怖い先輩と一緒になるということもよくあります。えー、まあそういうのがですね、あのー、好きな人交流場が好きな、交流の場がね、好きな人にはほんと楽しいですし、どんどん仲良くなれる絶好の場なんですね。えー、ただそういうのもちょっと苦手、煩わしいなと思う方も、ね、中にはね、いらっしゃいます。というか私が、えー、 どちらかというとちょっと煩わしく落ち着かなかったタイプでございます。あの、ワイワイするのは本当楽しいんですよ。ただ、その、逆にはい、いつでもこう、例えばこう一人きりでお風呂なんかこう一人でゆっくりしたい。お手洗いもゆっくりね、りね、一人でしたい。なんかいろんね、料理もね、自分で一人で作りたいっていう時に限って、ね、限ってこういろんな他の人もいらっしゃって、ちょっと落ち着かなかった気を使ったいというのが、ちょっと私にとってはしんどかったというのが、まあ、 本音でございます。まあ、いろいろあって楽しい思い出はも,もちろんありましたけれども、まあ結構私自身は落ち着かなかったとか、あとまあその二十歳過ぎたらこうお酒とか飲んでしますけど、まあ両の先輩とにかくお酒好きで飲むんですね。 で、私がもうお酒が、あの、大の苦手で、そういう飲み会もちょっと多くて、こう、すぐ潰れて、こう、酔っ払うっていうのがあって、しんどかったというのも事実です。まあ、そういうこともあって、まあ、他にも色々あったんですけども、まあ、残念ながら、私自身はですね、えー、大学2年生の秋でですね、10月をもって、量はちょっともうやめちゃったんですけれども、 まあただ、あの、全部、が全部そんなきつかったかということを言うと、そういうわけでもございません。えー、やっぱりこう、いろんな、さっき言ったですね、寮の、最初、もう入学してから最初の1年半っていうのは、この、大学の寮で、ここの今出ているですね、風景を見ながら、え、毎日こう、ベランダから見てですね、こう、新しい生、環境に泣いていったという思い出が結構大きいですし、それはあの、支えになってますし、こう、まだにこう、夢でもこう、 大学時代ですね、こう、夢見る、あの、見るほど、えー、結構やっぱいい思い出でしたし、あのー、この、やっぱその、最初新し、新しい環境の、えあ、ー、けぼのと言いますかね、最初の頃というのは結構なんだかんだで,で、いい思い出になっていくわけです。あもう15年も経つっていうのがちょっと私はびっくりですし、ちょっと寂しいなという気持ちもありますけど、また、熊本自身ありながらも、こうやってまた、戻ってくる場があって、で、後輩たちがまた暮らしてると、 思うとですね、本当になんかこう、嬉しいと言いますか、ね、ほっとするというか、本当にまあ、今日もここに来てですね、本当に良かったなというふうに思っております。まあ、皆様もですね、いろんなこう思い出、いろんな土地にね、それぞれのね、もう絵も言われぬというか、もう自分だけの中のね、中でもこう、 すんごい満足度いくというか、かけがえのない思い出というのがたくさんね、ありますけれども。まあ、あのー、以前にも野球を見ながらも申し上げましたけれども、あのー、ね、思い出だけ取られるのはもう本当によくないというのはですね、えー、承知の上ですけれども、ただこう、たまにはこう、思い出に浸りながらあ、あの頃いろんなことがあったなとか、ああいんなことあったけど、なんだかんだで乗り越えていったなっていうことをこう、思い出しながら、こう、次につ繋ぐためのね、エナジーですね、こう、 パワーというかですね、そういうなんか支えにね、していくことは大事かなというふうに思います。時にはこう立ち止まって、こういうことやったなとか、いうのはそれがまあ人生ではないでしょうか。とまだ35歳にならないペイペイが勝手に申し上げておりますけども、はい。まあ本当に、あの、それぞれのですね、皆様の人生、ね、いろんな思い出があると思いますので、うまく使いながら、そしてこうね、前向きに、この新しい思い出を作っていきましょう。ね、私もこうやって今久々に、 えー、来て今こう、ね、子どもたちが遊んでてわあほんと幸せだなというふうに思いますしまあ私もねいろんな寮とかの寮で思い出もありますけどもね今またこうやって思い出してきてじんとくるものもありますしねあのこは良かったけど今もなんだかんだで頑張ってるというところでですね元気を頂い,いたところで、えー、今回本当にあに個人的なエピソードではございますがこの辰、えー、山自然公園の麓から眺める え、白川とマンション街の風景をご紹介いたします。あの、もし弟子でね、お日がもまあ近いですし、こちら今、辰田霊園のですね、えー、一角でございますので、あの、自然散策しながら、こう、ゆっくりこう、気持ちよく散歩されることを強くお勧めする場所でございます。それでは、えー、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。 よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。